はい、どうも、じゃあ、ササヤンです。本日もニュースを続いていきましょう。今回はですね、テレ朝の玉川社員をバッサリ切っていく回だったんですけれどもね、動画を作っているうちに、あわわわというデータを発見いたしましたので、ちょっとね、予定を変更しましてね、テレビやマスコミ全体をですね、全部バッサリ切っていくというとんでもないエッジの効いたエビデンス、最新のですね、新型コロナ感染状況比較グラフをお見せいたしますので、テレビではね、これ絶対に教えてくれないコロナの最新状況でございますので、それを知りたい方は最後までぜひ、ね、ご視聴ください。そして僕のおしゃべりと今日ね僕がお見せするグラフを見て目のつけどころがいいねと思った方はですねチャンネル登録の方よろしくお願いいたしますと、それでは早速参りましょうか。最初はですね韓国ネタの記事になるんですけどこれは後半の大きな伏線になっていきますので、ぜひ辛抱強く聞いてください。それでは参りましょう。夕刊フジより見出しがですね韓国ムン大統領が自画自賛の軽貿易崩壊感染経路不明病床足りず与党女性議員はマスクなしワインパーティーで炎上ということでねなんだかよくわかんなくなっておりますけれどもそれでは早速本文の方読んでいきましょう。韓国が世界に自慢してきた新型コロナウイルス対策軽防疫が窮地だ。感染者数が抑えきれずワクチン確保も出遅れムンジェイン政権への批判が強まる中元慰安婦支援団体出身のあの与党女性議員がマスクなしでワインパーティーを開いていたことが発覚。恥の上塗りとなっている。はい、このワインパーティーを開催した人はあの人でしょうかね。日本人からだけでなくですね韓国人からも疑惑のデパートと名指しされている元帝大教のユン・ミヒャン議員のことでしょうかね。このコロナ禍の中でワインパーティーとはね、まあ、僕もねそういうの嫌いじゃないんですけれどもねでもきっとあれでしょう。このワインパーティーの開催費用もどっかのおばあちゃんに振り込まれたお金をですね右から左へと移し替えてそっとね抜いて開催費に当てたんじゃなかろうかとユン・ミヒャン議員というのはねそういうことを過去に何度もやってのけてますからね。で韓国政府は16日、新型コロナウイルスの前日の新規感染者数が1078人だったと発表した。今後も感染が拡大する懸念がある。韓国のコロナ対策といえば、これまでクレジットカードの決済情報や携帯電話の位置情報などから感染経路を特定、ドライブスルーなどの大量の PCR 検査も実施して、プライバシーを度外視した手法にもムンジェインは世界の標準になったと自画自賛し、韓国政府は広報費として1200億ウォン、これ日本円換算で114億円ですけども、1200億ウォンを投じたと報じられた。ちょっと待ってくださいよ。何これ。軽貿易が成功したということを世の中に知らしめるために、日本円で110億円以上もの宣伝費を投下しちゃったってことなんですかね。どこに使ったんですかね。韓国国内のテレビや、新聞広告、マスコミですね。軽貿易は世界標準せよというふうに使う分にはね、それは自国内だからいいんだけども、また例のこのお金がですね、一部流れて対日工作費として、日本の情報番組かなんかに使われていなければいいんですけれどもね。あれ?ちょっと待ってくださいよ。ごめんなさい。一瞬ね、僕の脳裏にね、羽鳥さんと玉川さんの顔が浮かんじゃったんだけども。いや、これは気のせいですよね。気のせいですよね。気のせいと言わせてくれと。はい、それで、しかし朝鮮日報は、軽貿易広報に熱を上げているうちに、ワクチン、病床、医療人、すべて後手との見出しで、政府の対応を批判した。感染経路不明の患者が 22.3% と第3波としては最大で首都圏では陽性判定を受けてもベッドが足りず580人が自宅待機している状況だという。ちょっと待って嘘でしょ。ちょっと朝鮮日報のこの情報信じられないな。だって玉の川さんと青木リーさんによればですよ、韓国は PCR 検査を全数検査レベルでやりきり、それが韓国の軽貿易の強みだっていう話でね、日本は韓国の真似をした方が良いなんてことをね言っておりましたよ。日本の大方のマスコミはね。でも今の朝鮮日報の記事だと玉の川さんや青木リーさんがまるで嘘かデマかでもですね流布したかのようなそんな扱いになっちゃってるじゃないですか。いや困りましたね。でさらにはですね韓国政府が導入を決めた A 製薬大手アストラゼネカのワクチン使用の承認が遅れる可能性が出ており、ムンジェイン大統領もワクチン接種の具体的な時期を示すことができていない。これはですね記事ちょっとね間違ってるので訂正させてください。アストラゼネカのワクチンの承認が遅れる可能性と書いてありますけども、正確にはですねアストラゼネカを含む、世界のワクチンメーカーに買い付け発注のタイミングが遅れてしまい、承認しようがしまいがワクチンそのものをですね輸入することが韓国では事実上困難となっております。韓国が今ですね、このワクチンの承認を早めてもワクチンはほとんど手に入らないので、そこのところちゃんとね確認してくださいよと。
でですね、龍谷大学の李相哲教授は、政府自体が状況を全く把握できていない、これまでは大規模クラスターを発生させた教団の責任することもできたが、あれはテグのね、教団が大規模集会を開いてクラスター発生したやつですね、あれの責任することもね、今まであったらできたんだけれども、今回の場合は、冬に向けた病床や医療従事者の確保を行うことができなかった、国民から期待されるワクチンの確保もできておらず、認識が甘いとしか言いようがないと指摘した。おしまい。はい、ということでテレ朝の名物社員玉の川さん、もうそろそろ国民の皆さんに謝罪した方がいいと思いますよ。あなたが韓国式の PCR 全数検査をやれば、コロナは撲滅でき、ゼロになれば経済活動が活発化できるとのたまっておられましたけどもね、そのあなたが見本にせよといった韓国で今クラスターが大発生中でございます。さらにソウルではですね、今もう病床が足りてないとね、朝鮮日報はそう書いておりますよと。あ、ちなみにですね、最近の朝鮮日報は日本の朝日毎日よりもですね、新日っぽい記事をね、たまに書いちゃうので、敵の敵は味方みたいなパターンになっちゃうんでね、ちょっと信用ならないので、中央日報の記事も覗いてみたんですけどもね、論調は若干違いますけどもね、やはりデータの部分はごまかせないので、最終的にはですね、経貿易は破綻するかもしれないみたいな記事を書いております。ちなみに最新の記事のね、中央日報の方の記事の見出しはですね、韓国貿易成功 46.4% vs 失敗 43.9% で拮抗とね、これ世論調査の数字を見出しに使っているので、やはり韓国人自身も経貿易に疑惑を持っているという、そのね、証左だろうと思います。玉川さん大丈夫ですかね、本当にね、韓国の二大新聞がムンジェインのコロナ対策、経貿易はちょっとやばいかもって言っているし、今になってなんで日本はアストラゼネカからですね、1億2000万回分のコロナワクチンの購入のめどが立っているのに、僕らの韓国の方はですね、早く見積もっても来年2月以降で、それもですね、1000万回分のワクチンしかならないと。日本の10分の1しかですね、そのワクチンの数確保できていないんだけども、政府や保健所は何をやってるんだ、怠慢にも程があるって、ここに来て相当ねボルテージが高まってるんですけどもね、このままだったらろうそく集会できるかもしれませんよね玉川さんは韓国のどこを見本にしろと言ってたんでしょうかね。てか最近ね、韓国を見習えってね、玉川さん自身もね、番組の中で言ってませんから、どっかのタイミングで考え方が変節しちゃったんでしょうかね、よくわかんないんだけど、だったらね、韓国を見習えば間違いでした、ごめんなさいって言ったらどうなのよと、そんな風に指摘しておきましょう。でここからがですね、今日の本題ということになります。ちょっとね、長くなりましたけどもね、皆さんに面白いデータ、エビデンスに基づいた最新のコロナ感染状況をお見せいたしましょう。ドン。これは僕が前に5月12日に配信した動画、これは便利、コロナ感染状況、日本と世界を比較する魔法のツールという回で紹介しました、英国フィナンシャルタイムズ社が提供する COVID-19 奇跡チャートであります。このツールのね、紹介、使い方はですね、その動画で解説しておりますので、概要欄に URL 貼りましたので、そちらの方をご覧ください。で、この COVID-19 奇跡チャートに日本と韓国の、国をですね、セットして、グラフを比較しましょう。ドン。これは新規感染者数をグラフ化したものですが、もうね、第2波が収束したつまり6月からですね、今に至る12月まで、半年間グラフの波形が日本と韓国で見事に一致してるでしょ。これをね、統計上では相関性があるっていうふうに言うんですよ。医学用語だとエビデンスに基づいた分析っていうのかな、知らんけれどもね。じゃあ6月からこの12月までの間、日本と韓国では一体何が行われたのかと。日本では GoTo トラベル、GoTo キャンペーンがスタートいたしました。韓国では GoTo なんてものは存在しません。一方で韓国ではですね、希望者には全員 PCR 検査を受けさせた全数検査見合いのですね、体制を敷いておりましたよね。このグラフから読み取れることはですね、日本と韓国を比較した場合、日本の GoTo トラベルも、あるいは韓国の PCR 全数検査も、どちらも感染を助長する、あるいは抑制する効果はないと。地域と気温が似通っていることから、新型コロナの感染拡大は季節性によるものと読むことができましょう。まあ、これはね、一つのデータを聞き取って見ているだけなので、断定するにはちょっと早いんですけどもね、他にデータを見比べながら、ですからそのね、結論というものは確定させる必要がありますが、少なくても、GoTo トラベルと PCR 全数検査が感染状況に影響するのは、
全くないとやないがビビたる程度というのが笹谷の見立てでございます。なんで1回の YouTuber がこうやってエビデンスをもとに総合戦がありそうなデータを拾ってここの場でね発表してるのにかかわらず、日本のメディアというのはですね、雰囲気だけであれが悪いこれが悪い政府が悪いとね、上から目線で物を語ろうとするんでしょうかね。マジでわけわかめでございますけども、これを見ているご視聴の皆さんがですね、この事実を納得してくださればですね OK でございますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたしますねと。それじゃあ今日も話長くなりましたけども、最後は恒例の謎かけで締めたいと思います。牛丼のレギュラーサイズとかけまして、統計グラフの読み方と解きます。その心はどちらも波が基本ですと。もう本当に日本のマスコミってくだらない情報ばっかり垂れ流して困りますよねと。もうどうせくだらない番組を作るんだったらね、あの 11PM でも復活させてくれよと、そう言いたくなりますけれどもね。本日も面白かったよ、ためになったよって方ですね、チャンネル登録いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。笹谷でした。